はようございます。後藤かなです。今日も素敵な一日を送れるようにそう願っております。とりあえず眼鏡かけます。はいあら、私の歯磨きシーンみたいだなってあんたも好きね。朝といえばそう、粉コーヒーだよね。コーヒーは本当に心が温まり、そして朝の目覚めを快適にし、そしてこんな私を優雅な気持ちにさせてくれる最後の一滴まで絞り取るわよ一応砂糖も入れとこう。甘みを足すことで今日の色気が増すの。牛乳も入れちゃうよし。やっぱり外で飲むコーヒーは格別に美味しいよね。でもここは大阪のとある町、紀伊半島みたいな感じだけど、まあでもフルーツとともに飲むコーヒーは本当に私の心を南米に刺すの。はい、服選びます。服を選びます。結構私持ってるタイプなのよ、服ね。すごいでしょ。まあおしゃれにこだわってますから、あれやこれやと探しまして今日はこの服に決定。はい、あ、やっぱりこっちにしようかなみたいな思っちゃったりして、あ、やっぱりこれにしました。はい、ボス飲みます。ボスかな。もうこれね、おなじみだから、私のルーティーンだから、ボス1日50本飲みますね。それはさすがに嘘。はい、でまあ私の愛車でね、とりあえずいつも仕事に向かうわけでありますよ。私の相棒、素敵な車、天井高め、ハンドルの色は黒目。はい、私の髪の毛赤目。わー、チャイナ服なってる。あんなに服選んだのにもうもはやコスプレにしちゃってる。髪の毛もぐるぐる巻いちゃって、髪の毛もくくっちゃってる。前髪のうねり毛も最高。あ、フォロワーさん来てくれてありがとうございます。あれ、フォロワーさんのマスクちょっといい青してるやん。サムライブルーって感じ。うん、サッカーしてるのかな。それはさすがにないか。風が結構きつめ。はい、そしてあのお寿司食べます。お昼ご飯です。もうあのかなちゃんは、私あの結構細いけどめっちゃ食べるねみたいな感じで言ってたし、まあ、私もいつもかなちゃんの食べっぷり見てたらさ、あのこっちも頑張って食べなあかんなって思うけど、もうついていけないのよ。大口開けるよ。私は大口食べてパクッといくよ。パクッと一気にアジ3貫よし。ありがとうございました。はい、ってなわけで今日の1日これにて終了とさせていただきますと多分言っております。はい、まあね、今日も1日よく頑張りましたよ、かなちゃん。いつもねご苦労様です。あのこの後は帰って、楽しい一日を過ごしてね。ん、楽しい夜を過ごしてね。この番組は気候な大阪北摂エリアご協力のもとお送りしております。